修羅の仇を断そう。何の殿神乗り継げとや、あらものものしや手の身を知りぬ、思いぞいずる壇の裏の、その船戦今ははや、その船戦今ははや、演武に変える生き死にの、海山は一度に振動して船よりは時の声へ、君がには波の盾、月に知らぬは剣の光、牛尾に映るは兜の星の影、水や空空行くもんまた雲の波の打ち合い差し地を縫う船戦の駆け引き、浮に沈むとせしほどに、春の夜の波より明けて仇と見えし、濡れいるかもめ、時の声と聞こえしは、裏風なりけ高松の裏風なりけり、高松の朝嵐とぞなりにけるとして、例えば、あ、これは今刀を抜いたのかなとか、きっと、あ、刀でこう戦ってるんじゃないかなと、思っていただけたシーンなんか、少しこう具体的な動きも出てくるような、そんなものなんですけれども、先ほども申し上げたように、その能というのはすごくこう静かで、まあ、優美でと、そんなようなイメージが、まあ、その代わり少し眠たいなみたいな、そんなイメージがある方というのは非常に大勢いらっしゃると思うんですけれども、まあ、この八島のように非常に激しい動きをするものというのも実は能ではありまして、我々はまあそういう意味ではその身体的にはどちらかというと強くなければいけないというのがまあ一つの大きな特徴になっています。一見まあ優美そうに見えるものというのは実は優美に見せるために非常にこう体を踏ん張ってないといけないというのがあるんですけれども、まあ、優美なものでも踏ん張ってなければいけないですし、今のようなはっきりしたこう強い、戦いの様子を見せるようなものですと非常にこう、強く強く踏もうとする、そういうふうに、見せるというのが一つの大きな特徴になっています。まあ、実際の舞台ですと、もう少しその甲冑に見立てたような格好をして、実際にその、まあ、小道具である太刀というのを使って、戦いの様を演じるんですけれども、今日はその扇でそれを代用させていただいたと、そういうふうな形になっております。はい、私がまあ今日お見せするプログラムというのは以上なんですけれども、実はその私が先ほど、まあ申し上げたように、おととしから始めているその舞台サロンという、まあちっちゃなレクチャーでは最後に必ずみんなで歌
歌い歌ってもらうということをやってるんですけれども、学生さんたちは皆さん多分テレ屋さんだからなかなか、歌っていただけるかなと思うんですけれども、まあ、せっかくこういう機会なのでぜひ、一緒に歌っていただけたらなと実は思っております。で、最後のページのところになると思うんですけれども、4ページ目ですね。高砂舞台稽古体験テキスト高砂っていうのが多分書いてある。